負けてて試合でミスするプレッシャーとかないし、部活楽しいでしょ。まあ確かに気楽ですね。ベンチな私は週末も一日応援、ボールに触れることもできない。家で勉強してた方が将来のためになるかもな。はあ、部活を続ける意味あるのかな。あるね、迷える子羊よ。誰ですか。人生一発逆転できる能力授けたるわ。え、頑張ってる私にも、ついに奇跡が。絶対にシュートを外さない能力や。ただし使ったら死んでまう。え、死んだら意味なくないですか。能力を使うときスーパーショット発動と叫んでくれ。使えるのは1回までや。覚えときちょっと。はい、1軍は明日の試合に向けてミニゲーム、2軍は玉拾いよろしく。あ、はい、ピカピカにしておきます。はあ、どうせ私は生きてても雑用だけの人生だし、死んでもいいから1回はスーパーヒーローになりたいな。昨日もベコンマスターやったんだけど、モンスター一掃する爽快さやばくない。ゲームの話してるやつなんで1軍なんだよ。私たちの高校は数点負けていた。途中出場するが初の試合に緊張。会場の空気に圧倒されダメダメのプレーだ。ちょっと影子、何今のパス邪魔なんだけど。やばい、このままじゃ私が先輩になってしまう。もう仕方ないのか。影子任せた。お、え、この状況で重要な場面で影子にシュートチャンスが。こんなこと二度とないかもしれない。そして試合の残り時間はもう数十秒。早く打て。ここで外したら負ける。能力を使うときスーパーショット発動と叫んでくれ。あの能力を使って一回でもいいから脚光を浴びてみたい。でも使ったら死んでしまう。いけー。見事逆転勝利した。私能力を使おうとして自分の力だけでゴールした。やったー。ビビビミミズもまあ。ちょっとミライちゃん危ない。え、キャキャー。その瞬間体育館の柱が雪ならでのように落ちてくる。私の足元に落ちているボールを拾う。私のシュートスピードじゃ間に合わない。あの能力を使うしか。ああ寝れない、どうしよう。明日スーパーショット発動と叫んでみるや。一瞬でヒーローになれるやぞ。ああでもまあ使ったら死んじゃいますし。じゃあ今夜はレポンバスターでもやって気を紛らわせてみ。なんか最近よく聞くな。素材を集めて武器を強化してモンスターを倒していけ。ゲームの中で勝利への方程式をイメージするや。レポンバスター勝利への方程式。わかりません。くたばれ、もっと不幸になれ。今だけクエストレベル7を突破すれば7倍の報酬も手に入る。スーパーショット鉄骨を弾くことに成功した。私、能力使っちゃった。あっ、うわっ。お前は能力を使ってないで。あ、え、私は呪文叫んだのに。スーパーショット発動と言ってなかったんや。だから友達を助けたのはあんたの実力や。やったー。